ロシア連邦憲法は、ロシア連邦の憲法である。ロシアの立憲主義の出発点は1905年の、ロシア第一革命である。1917年の2月革命、10月革命を経て、1918年に、ロシア共和国憲法制定、1922年に、ソビエト連邦が成立し、以後1925年、1937年、 1978年、ロシア共和国憲法は変容した。現行の憲法は、1978年制定の憲法に次いで、1993年、体制転換に伴い制定された新憲法である。1990年6月、第1回ロシア人民大議員大会は、憲法委員会を設置し、草案の作成作業が始まる。同月、 国家主権宣言を採択。同月、ロシア共産党の指導的役割条項の削除。12月、私的所有が容認される。1991年5月、大統領制が採用される。7月、憲法裁判所を設置。8月、ソビエト連邦指導部保守派によるクーデターが失敗。新憲法の脱ソビエト化と脱社会主義化が加速。 11月、人権宣言を採択。1992年3月、ロシア連邦条約締結。同月、各級地方行政府及び行政調制度を採用。4月、ロシア連邦条約と人権宣言を憲法に編入。人権と基本的自由については、原則国際人権規約に忠実に自由権と社会権が保障され。 その第17条は、国際法の規範に従い、世界的に承認された人権と自由の保障を明記し、第55条は、連邦憲法の人権に関する規定が、世界的に承認された人権と自由を拒否あるいは、逸脱することを禁じている。同月、権力分立制を採用。1993年5月、大統領令により憲法協議会が設置される。 1993年7月、憲法協議会は、憲法草案を公表。1993年9月21日の大統領令を発端とした10月4日の議会鎮圧により、新憲法制定作業の主導権が議会から大統領に移る。1993年11月10日、憲法協議会は、 最終草案を公表。1993年12月12日、国民投票実施、ロシア連邦憲法が制定された。1993年の制定以後、連邦公選主体、大統領任期の延長、クリミア併合に対応した憲法改正がなされた。我ら、ロシア連邦の他民族の人民は、運命を共に、我らが大地で、 人間の権利と自由を確立し、市民の平和と調和を確立し、歴史上確立された国家の結束を維持、人民の平等と自決の普遍的原理より進み、祖国への敬愛を我らに伝え、善と正義の信念を我らに伝えた祖先の思いを尊敬し、ロシアの国家の地位を復興し、確固としたその民主主義の原則を主張し、 ロシアの安寧と繁栄を確実にもたらす努力。現在と未来の世代より、前の我らの祖国への責務より進み、世界共同体に存在する。我らを自ら認識し、ロシア連邦憲法を制定する。憲法と、大統領就任宣誓するドミートリー・メドベージェフの手。2008年5月7日。ありがとうございます。